神の摂理の勝利。ウィリアム3世が暗殺を逃れたことを祝った1696年のブロードシート。ウィリアム3世暗殺未遂事件は1696年初にジョージ・バークレーによるイングランド王ウィリアム3世を襲撃、暗殺しようとした陰謀。ジャコバイトが1688年から1689年の名誉革命を逆転させようとして引き起こした一連の 事件の一つである。本事件に先立ち、1691年から1692年には、エールズベリー陰謀が起きている。1695年に起きたフェンウィック陰謀は、本事件と同一視されることもあるが、これは厳密には、翌1696年に起きた本事件とは別個のものである。本事件に続いては、1708年にフランスによる、 スコットランド侵攻計画が持ち上がった。ロバート・チャーノックは1690年のボイン側の戦いで、ジョン・パーカーの下ジャコバイト騎兵の一員として従軍した。1694年、チャーノックはパーカーがロンドンで募った軍勢の指揮官に任命された。この軍勢は、ウィリアム3世とメアリー2世に対するジャコバイト放棄のための軍勢である。パーカーはさらに、 ジョージ・パーカーとサー・ウィリアム・パーキンスを仲間に引き入れた後1694年中に出国したその時にはチャーノックがウィリアム三世を誘拐してフランスに連行する計画を議論していたがジェームズ二世からの指示がことを混乱させ結局1695年4月にウィリアム三世が出国するまで何の行動も起こされなかった第代順ジョン・フェンウィックは イングランドのジムについて、ジェームズ2世に助言する、古文団の一人であり、高派であった。メアリー2世が1694年末に死去すると、ジャコバイトはイングランドにおける直接行動に、再び施行するようになり、1695年4月には、フランスからの資金援助が届いた。しかし、フェンウィックは、チャーノックらの計画に、反対、5月に、 サージョン・フレンドと会談した後、チャーノックをフランスに派遣して、大規模な侵攻を計画した。サージョージ・バークレイは、ベリック大焼け率いる侵攻軍と協力する予定の、軍勢の副司令官として派遣された。しかし、バークレイは計画成功の望みがないと考えて、フェンウィックを避け、元のウィリアム3世、誘拐計画を採用した。なお、バークレイの誘拐は、 暗殺を遠極に行ったものとされる。暗殺計画の実行地点近くの地図、1785年。地図で示された、旧ブリッジは18世紀中期に建設されたものであり、ウィリアム3世はフェリーで渡過するものとされる。その場合、渡過の途中は一時的に護衛の一部から引き離される予定だった。計画は、ウィリアム3世が狩猟から戻る時の癖に基づいている。彼は、 テムズ川南岸に着くと、旧で、フェリーに乗って、現、ターナムグリーンから、北側のゲンブレントフォードにあたる場所に移動する。バークレーの計画は、ウィリアム三世と、その護衛への奇襲であり、暗殺者は3体に分け、1体が、ウィリアム三世を、誘拐、2体が護衛に対処するとした。護衛とその群馬6頭が行動できないよう、通路の狭いところが、実行地点と定められた。 暗殺計画の準備は進み、暗殺者は1696年2月15日と22日に行動する準備ができた。うち一体はアンブローズ・ルーク・ウッドが指揮した。当時の北部担当国務大臣、ウィリアム・トランブル2695年8月に計画を知った。彼は密告者から情報を得て、初期の捜査を担当した後、ジェームズ・バーロンが引き継いだ。 密告者からの噂は絶えず、トマス・プレンダー・ガストの情報が決定的な手がかりになった。ジョージ・ポーターは2月13日に彼と接触したが、プレンダー・ガストはすぐに初代ポートランド伯爵、ウィリアム・ベン・ティンクに陰謀を打ち明けた。彼は2回目の尋問で約40名の陰謀者の詳細を供述した。しかし、バーノンにとって陰謀の波及が頭痛の種になった。 フェンウィックは弁護として、ゴドルフィン伯爵、シュルーズベリー公爵、マールバラ伯爵、オーフォード伯爵を巻き込もうとした。この告発は、ジャントの中心部を直撃するものであり、中でもシュルーズベリー公爵は、バーノンの上司である。さらに運が悪いことに、これらの保育党員は、実際に、サンジェルマンにいる、ジェームズ二世と文通していたのであった。暗殺の試みは、 準備が整っていた2月15日にも22日にも起きず23日には陰謀者に対する指名手配が出された。初期に逮捕されたものはフェンウィックとのつながりがあったが暗殺陰謀には関与していないジャコバイトだった。例えば3月3日にジェームズ・グラーアームが逮捕され他にはベビル・ヒッコンスとトマス・ヒッコンスが逮捕されたがいずれも後に釈放された。 ジャコバイトの陰謀者だったが直接には関与していない。第2代エールズベリー伯爵トマス・ブルースは3月21日にロンドン島に投獄され、1697年2月にようやく釈放された。モンゴメリー死爵は指名手配が出されると行方をくらましたが、12月15日に自首した。彼は約7ヶ月間ニューゲート監獄に投獄された。 陰謀に関連する一連の長い裁判は3月に始まった。1695年大逆法の成立時期により、逮捕日が弁護人を選任できるかを決める上で重要となった。サージョン・ホルトは大逆法を文字通りに解釈して、フレンド、パーキンス、チャーノックは弁護人を選任できないとした。フレンドとパーキンスの処刑に、ウィリアム3世への忠誠を誓っていない聖職者の、 ジェレミー・コリアー、シャドラック・クック、ウィリアム・スナットが立ち会い、騒ぎを起こした。クックとスナットは裁判にかけられ、コリアーは行方をくらまして、法外放置が宣告された。クックとスナットは有罪を宣告されたが釈放され、やがて時が経つと、ことが立ち消えとなった。一方、弁護人を選任できた、ルーク・ウッドなどは4月に処刑された。 最終的には合計で9人が処刑された。サージョン・フェンウィックは、試験剥奪法で有罪とされ、1697年1月28日に処刑された。他には、ロバート・カッセルス、ロバート・メルドラム、ジェームズ・カウンター、ジェームズ・チェンバーズ、ロバート・ブラック・ボーン、ジョン・バーナーディ・少佐は、ニューゲート監獄に留置されたまま裁判にかけられず、カウンター以外は釈放されなかった。 例えば、バーナーでは1736年に投獄されたまま死去した。政治上では陰謀の露見がジャン島のカントリー島に対する情勢の改善につながり議会に金銭法案を議決させやすくした。庶民院は連携アソシエーションの宣告に実質的にはウィリアム三世への中誠の誓いに同意した。また、ウィリアム三世の生存が神の摂理と主張されたが、 これは、ウィリアム三世が妻のメアリー二世の存命中にしか、イングランド王位への権利がないとの見方に反するものだった。ありがとうございます。